ラーメン、姫路ラーメンラーメン八角の姫路ラーメン。海苔が姫路城をイメージしている例。姫路ラーメンとは、兵庫県姫路市を中心に、加古川市、張間地域のご当地ラーメンである。張間地域の昔からの地場産業である醤油をベースに鶏がら、鶏ラ豚骨、野菜で炊き上げたスープをベースとしたラーメンで、醤油ベースに生姜を、トッピングが定義だが、 共通したレシピはなく醤油の濃度には濃淡がある。ネギ、もやし、チャーシュー、海苔などに加え生姜を乗せるのが一般的。同じ兵庫県西脇市を中心とする晩秋ラーメンとの共通項も多い。姫路では1946年に開業した東来春がその初めと言われ、多くの姫路ラーメンの店では中ストレート麺を使用している。 姫路を中心としたハリマ南西部では、醤油のほか、タレの原材料である酒、みりんなども、産業として栄えており、そこから普及したことが伺える。平成に入り、新勢力として、ラーメン発覚、希望圏などの姫路発祥のチェーン店舗が台頭する。姫路ラーメンの名付け親は、姫路、ハリマ、ラーメン、天津応援会で、現在は、ラーメン発覚や、 餃子や七重などを中心に地元の特産ラーメンとして姫路おでんに次ぐ地域ブランド化のための PR 活動の幅を広げるとともに食を通じた町おこしイベントのノウハウを次世代に引き継ぎながら地域の活性化を目指している2011年10月には地場産業の醤油を用いた町おこしや張間地域の活性化の目的も兼ねた活動の一環として 姫路城をかたどった海苔と生姜をラーメンにトッピングした姫路ラーメン姫路城バージョンが発売され話題を呼び B 級ご当地グルメの祭典である B-1 グランプリイン姫路や同時開催されたイベント姫路食博2011にも出展されたなお2012年1月より地元姫路の FM 局 FM 元気において姫ラグルメを援隊 という番組を会員自ら企画、構成、パーソナルを務めており、広報活動を行っている。また2013年8月発売の丸ハリ10月号より、番組の連動コラムが掲載されている。姫路ラーメン2012年8月には、ラーメン発覚より、香川県のアイランド食品との半年間にわたる共同開発による、 姫路ラーメンの家庭用パックが発売され、兵庫県下のサービスエリアや、パーキングエリア、姫路市内の観光ショップや、全国のスーパーマーケットなどで、箱タイプとチルドタイプが販売されていた。2014年には、姫路市でご当地ラーメンである、姫路ラーメンが食べられる店を集めた、姫路ラーメンマップの配布が始まる。姫路市で2011年に発足した。 姫路春間ラーメン転身応援会制作によるもので、姫路市内に4店舗を持つ、ラーメン発覚を、はじめ、こだわりラーメン弁慶、栄養券、ラーメンは世間、餃子や7への8店舗が掲載されており、姫路ラーメンの提供店と、JR 姫路駅の観光案内所などで配布された。ABC エンタベ、ご当地ラーメン不毛の地、兵庫県から、新名物、 姫路ラーメンが登場。ご家庭でも、AB 神戸新聞2012年1月13日号、AB、姫路ラーメンが大評判。姫路宿泊に出展決定。産経新聞大阪。オリジナルの2012年5月5日、時点におけるアーカイブ。 h t t p s w a v a r c h i v e o r g w a v 2 0 1 2 0 5 0 5 1 9 1 3 5 7 h t t p w w w s a n k e i k a n s a i c o m 2 0 1 1 1 1 0 2 0 1 1 1 1 0 0 5 8 5 7 8 マット AB ライブドアニュース、姫路ラーメン全国へ、家庭用バッグ発売2012年8月6日13時25分、J、キャストトレンド、姫路で、姫路、ハリマラーメン、天津応援会発足会試食会も、姫路経済新聞。http コロンスラッシュスラッシュ姫路 k i z a i b i z スラッシュヘッドラインスラッシュ5レースラッシュ姫路食白プログラム。 姫路醤油ラーメンハットエ食べたいがの舞台でラーメンを食べ歩き、姫路ラーメンは醤油生姜がポイント。3K ウエスト2013.121813時3分ラーメンで経済活性化。商工団体と店主がタイアップ、姫路ラーメンマップを作成。ありがとうございます。